見ながらでいいので ありがとうございます、はい、すいません、ただいまモデルさんは藤井くんの試合を見ています藤井聡太くんの試合を見ながら髪の毛は一応どうでもいいってことなのでハーマをかけたいと思いますはい、今日は、パーマをかけます。で、お仕事が、医療のお仕事されてますので、あんまり明るくできないということで、今日はカラーやめて、まあ、随分明るいんですけどね、この状態で。前髪の方が、今、この短いバンドの方と、あと反対側から分けた時に、ちょっと、すいません、出していただきます。はい、ちょっとね、試合見ながら。はい。で、こっち側に、前髪を持ってきたときにこういう長いバングでパーマがかかるようなリバーシブルの感じにちょっとしていきたいと思います。髪ちょっと少し癖があるかなって僕はちょっと読んでるんですけれども、その癖を取りながらパーマをかけてあげるともうちょっと綺麗なエラインになれるかなと思うので、まずカットから簡単に入っていって、長さは変えないのでそんなにカット時間はかからないと思うんですけど、でこれプレミアムロッドをちょっと巻いた感じで、皆さん分かりますでしょうかね、これプレミアムロッド巻いててよっ、でこのまま2剤つけても、今ペーパー使ってないので薬剤の浸透率もいいですし、ちょっと巻き込みを多くしてるんで、ゴム跡もこれゴム跡もつかなくなってるんですよね、これちょっとよろしく、そうこんな感じに簡単にできる、このプレミアムロッドすごくいいですね。でこれで人気をつけます。はい、このような感じでちょっとつけていきます。あったかいな、そうそう、薬ちょっとだけですね、あったかくします。なんか将棋教科に何か言うこと知らないです、大丈夫ですよ、だからその振りやめてほしいですよ、本当恥ずかしい、本当にもう大丈夫です、満足して今ちょっと落ち着いてます。なんかこういうイベントやってほしいとか、次20何日だっけ、次28、藤井くんは ね、すごい弱い人、またそんなこと言う叩かれるすごい炎上してそう、怖い。はい、で今加水ブロムをつけて、これでちょっと時間を置いてから、今度席の方、あのシャンプー台の方であと理財処理して、やっていきたいと思います。が、パーマスタイルなんですけど、ヘナウォーターをつけていきます。こちら北海道産のヘナウォーターをちょっと全体につけていきたいと思います。まあ、キトさんとかね、北海道成分とあとキトさん入って乾くと、髪の毛を保湿してくれますので、香りはさっぱり系の香りに仕上げてます。はい、ではこれ全体につけて、ロングの普通にストレートでも使えますし、まあ、パーマの時に使っても大丈夫です。で、乾かすのはこちらでダイソンの、まあ、早いんでね、ダイソンのスタイラーでこんな感じです。はい、で今乾かして、ちょっと乾かしてみてこんな感じなんですけども、今こっち方、が通常のバージョンですね、はい、藤井くんバージョンで、こちらは藤井くん用に、いや本当恥ずかしいやめるでこっちは、こっちパートからちょっと持ってくると、グラマラスな感じで、ちょっと藤井くんモードじゃないですけど、こっちの方もちょっとこのつながりがカットでつながり出した。